はい、どうも、哲学徒です。今回もディアブロイモータルやりながら雑談していきたいなと思います。まあ、一日ネクロ体験を終えて、まあ、コスメティックの受け取りが終わったんでね、また、文句の方やっていこうかなと思います。今日は夜勤さんもちゃんと引きましょう。どうかな。まあ、事前にね、ヘリクワリの方を終えてきたんで、まあ、レジェンダリーが何個か落ちてるっていうのもあるのかもしれないですけど、何が出てくれるといいな。ダメそうですね、今日は。そう。なので、まあ、一日の最初に、やってあげるのがいいのかもしれないですね。はい。さあ、じゃあやっていきましょう。で、今回のヘリクワリでね、この、瞬撃をした後に、しばらくこう、自分の体が透明になるっていうね、レジェンダリーの方も拾えたんで、まあ、なんかね、オフハンド枠、どうしても1枠、無駄になってたところがあったんですけど、まあ、そこがね、ちょっと埋められたかなって感じですかね。まあ、なんか、ディアブロって、まあ、どの作品もそうなんですけど、なんだろうな、装備が、ちょっとずつなんだけど、揃ってきてさ、後悔で変えられたりとか、そういうのがあるといいですよね。はいはい。襲撃のクルンダー時間が 3.6 秒短縮されて、3秒間姿が見えなくなるってやつですね。そう。で、まあ、今日もですね、引き続き、まあ、ちょっと仕事が終わってから、ディアブロ3のね、まあ、シーズン29に合わせたパッチの方のね、まあ、検証の方をちょっとしてたんですけども、まあ、今日はですね、まあ、昨日だいたいデモンハン、ウィッチドクターの方ね、触り終えたんで、まあ、クルセイダーを少しね、触り始めたんですけども、まあ、クルセもね、むちゃくちゃ楽しいですね。まあ、シーズン27で、体験された方も多いかなと思うんですけど、ユキのアイギスのね、展開の拳を自動発動させるビルドが、まあ、今回時系団ベルトがね、ちょっとリワークされて、時系団ベルトの、レジェンダリー効果に、まあ、展開の拳が、まあ、自動発動するというものがあって、で、まあ、攻撃速度とか、あとね、移動速度上げていくと、火力も上げるっていう仕組みになってるので、まあ、実際使ってみた、使用感としては全然ね、前回のシーズン27と変わらない、感じなんですけども、まあ、とにかくね、まあ、快適。で、今日はね、まあ、ちょっと、NR 周回用のビルドをちょっと解説動画をね、まあ、すでに出してきたんですけど、なんだろうな、やっぱりすごい快適、お馬さんでガンガンかけて、まあ、リフトの鍵とかね、集めることができるので、なんだろうな、特に、金飯集め用のキャラクターとして、水稲も非常に速くて、便利なんですけど、まあ、水稲以上に速いかな、なんていうのかな、攻撃がまあ範囲攻撃っていうところが水稲も、そうなんだけど、まあ、群馬のね、移動速度、まあ、かなり上げることができて、なんていうのかな、普通にマップ上っていうかキャラクターを追い続けてるとさ、なんかついつい他のオブジェクトに引っかかっちゃうぐらいの、スピードが出るようなビルドになるので、まあ、今回そうですね、1章から5章までをクリアする、まあ、スプリンターっていう、まあ、コンクエストがするんですけど、まあそれなんかのクリアにも、結構、役立ちそうかなと思います。まあ1時間以内でね、全5章をクリアしなきゃいけないんで、まあかなり、ビルドを選ぶ、ものにはなると思うんですけども、まあ、クルセイダーも一つ、その枠に入ってくるかなと思います。ただね、やっぱりどうしても1時間に合わせようとすると、ジャンプスキルですね、ワープして他の場所に移動するみたいなものがないと厳しいかなっていうところはあると思うんですけども、十分速度が、で、まあなんだろうな、スプリンター目指す方のも、まあビルドの候補の一つに、今後は入ってくるんじゃないかなっていう感じがしますね。まあクルセイダー、まあ元々ね、ディアブロ3の、歴史的に見ると、リベアオブソウルっていうね、一つ目の、DLC、が発売された時に、まあそこにで、新たなクラスが、登場するっていう、むちゃくちゃ、興奮した記憶があるんですけども。まあ、なんだろうな。パラディンとどう違うんだみたいな、ね、ところで、すごく盛り上がった記憶があるんですけど。まあ、クルセイダーとにかく馬がね、
まあ新要素としてあって、うん、なんだろうな、馬、お馬さんに乗れるっていうのがまあパラディンと全然違うところという感じで、まあ、馬がやっぱり特徴的なキャラクターっていうところがあるのかなと思って、うん、まあディアブロ4の配信とか最初やってた時もさ、ディアブロ4にクルセイダー来ないんですかねとかって結構書かれてる方いらっしゃったんで、クルセイダー人気ってやっぱり根強いものあるんだなと思うんですけども、うん、まあディアブロイモータルのねクルセイダーもやっぱりすごく、まあ人気があるキャラクターで、まあ近接色だったら最初にまあもちろんバーバリアンとかね、このモンクも、楽しいんですけども、やっぱり味方へのバフ要素っていうのは非常に豊富にあるので、紋章機を使って、まあ、その中にいる味方の、ね、攻撃は全てクリティカルヒットになるっていうチート級の、ね、性能を持ってますので、まあなんだろうな、イモータルディアブロ3では、結構ね人気色の一つかなと思いますけど、なんだろうな、私自身も結構 パラディンとかね、クルセイダーってやっぱり使い勝手がいいっていうのかな。あと特になんだろうな、まあディアブロ2時代は結構その、ウーバーボスですね、ウーバーディアブロとか、あと、それ以外のね、ボスを倒すときに、どうしても火力が必要になってくるんで、今思ったらディアブロ2にもリリスいるんですよね。そうそうそう。今思いましたけど。アンダリエルの強化版が確かリリスって名前だったような気が、あれ違ったかなするんですけど、まあなんだろうな、結構ね、クルセイダーまあ元々強色として出て、強い色として出てきてて、でまあやっぱり、なんだろうな、最近だとウィザードとかね、ネクロマンサー強いっていう風に言われてるけど、まあなんだろう、ネクロマンサーはやっぱりネクロマンサー単体でね、まあパッチをね作っ、ネクロマンサー単体で DLC で売ってたってこともあって、まあ、当初すごい優遇されてて、で特に宴セットとかね、むちゃくちゃ強い、セットだったりとかもしたんで、そういう意味ではね結構人気があったんですけど、まあなんだろうな、最近だとウィザードのね、まあ、特に、まあ、CS 機の場合は火の鳥ウィザードとかね、あとまあタルラシャウィザードっていうのが、非常に火力が出る、ビルドとして、今、目立ってきてるので、なかなかクルセイダーとかねそういうのに、焦点は当たってないですけど、まあ、今回レベル800制限っていうのがあるので、結構ねクルセイダー、人気出てくる職なんじゃないかなというふうに思ってますね。まあなんかすでに一本で、ウィッチドクターの、怒りのニワトリビルドについての動画を上げたんですけど、思ったほど皆さんの、ウィッチドクターに対する興味っていうのが低いみたいで、何なんでしょうね。やっぱり、まあすごく、なんかあれですけど、その、私なんか結構やっぱりどのビルドも楽しいなと思っちゃうんだけど、結構コメント欄なんか見てると、その見た目でウィッチドクターそもそも選んでないとか、それすごくもったいないんですよね。むちゃくちゃ強いキャラクターなんで、使ってほしいなと思います。ただ、ちょっとね、CS 機の場合は、キーボードマウス操作じゃないんでね、まあ、その部分で少しね、使い勝手が悪いっていうところはあるかなと思うんですね。特にイナゴの共演とか、ピラニアとかね、位置を指定して、まあ、そこに出せるとね、便利な技なんかがあるので、まあ、そういうもののね、発動がなかなか、コントローラーだとね、まあなんていうのかな、デバフが重ねがけされることによってまあ強くなるっていうところがあるので、そこがなかなかね、まあキーボードマウスじゃないとやりづらいっていうところがあるのかなとは、まあ正直思ってるんですけども、まあそれにしてもまあ強いという感じですので、まあぜひね、クルセ好きの方はクルセだ。で、まあ、今回ね、試しているビルドとしては、もちろん、ユキのアイギスセットもですね、GR 用の構成、まあの動画も今ちょっと作ってるんですけど、まあ、そちらもすごく強いんですけど、もう一つですね、夢の遺産を使った、立
縦ビルドですね。縦投げクルセイダー。これも結構強くて、まあ、巷ではキャプテンアメリカビルドみたいな感じで言われたりとかしてるんですけど、まあ、縦をガンガン、なんか、そもそもキャプテンアメリカって、まあ、もともとあったビルドなんですよね。ディアブロ3で、まあ、先ほどお話ししたようにね、まあ、クルセイダーが追加された時から、まあ、縦を投げる、まあ、ビルドってね、まあ、序盤からあったんですけど、まあ、結構シーズン最初の頃、初期ですね、一番最初の頃強いビルドだったんだけど、まあ、だんだん高火力なビルドが出てくるにつれてね、まあ、なかなかその縦の火力で戦っていくっていうのは厳しいかなという形で、忘れ去られちゃったビルドなんですけど、まあ、ハヤブサの、フレイルとね、あと、ボガ、なんだっけ、縦の方をね、縦投げのね、火力が、まあ、上がる、5連鎖するようになるっていうね、まあ、今回強化された、まあ、縦を、組み合わせで作るビルドなんですけど、まあ、夢の遺産のビルドね、まあ、で夢の遺産で、まあ、効果を発動させるみたいな感じなんで、まあ、そちらの方はね、まあ、ノーシーズンで私ももうすでに、なんていうのかな、大体の装備品、まあ、揃ってる状態なんで、まあ、組み上げるのそんなに大変じゃなかったんだけど、まあ、ゼロから整えるとなるとかなり大変な、ビルドにはなるかなと思うんですけど、火力がすごくてですね、800の段階で、まあ、普通に、まあ、なんだろうな、カルデサンとかかけない状態で、まあ、120普通にクリアできるような、感じの、ビルドになっているので、まあ、そっちもね、ぜひ、触っていただけたらなと思います。ちょっとね、ビルド解説動画の方はね、もう、今撮ってると思うんですけど、かなりね、まあ、しっかりとしたビルドになってるんで、まあ、おすすめかなと思います。ちなみにこのカイオンの試練なんですけど、なんだろう。あ、大デッサの祝福なんですけど、これね、イモータルが、カイオンの試練をね、行うまで、有効っていう形になってるんで、まあ、特に、今はまだ、イモータルもね、知性第一周ってことで、カヨンの試練そんなに頻繁にはできないんだけど、カヨンの試練が行われてしまうとね、向こう側に、こちらの、大デッサの祝福のね、取得権が移っちゃうんで、まあ、早めにやった方がいいかなと思います。で、まあ、今日はたまたま8時にやってるんですけど、月曜日、木曜日ですね、は、まあ、皆さんご存知の通り、ヘリクワリーのね、まあ、更新日と、いうことで、月目はですね、結構いろんな固定チームが、レイド戦を回してることが多い。つまり、カヨンの試練をやっちゃうとですね、そういった、固定チームのアクティビティにも影響が出ちゃうんで、まあ、なんていうのかな、まあ、私も、まあ、4回ほどイモータルやってますけど、まあ、イモータル側としてはやっぱその日は避ける、政権が多いのかなという感じがするので、まあ、これ絶対じゃないですけど、なのでね、まあ、月目とか、まあ、特に、まあ、最後の方になってくるとね、毎日カイオンの試練ができるような感じになってくるんで、この法則当てはまらないですけど、序盤のうちはね、結構、月目は、安心して、まあ、遅くにやっても、プレイできる感じになるので、まあ、特に何だろうな、固定チームの方もね、なかなか、8人全員揃えてる、ところばかりじゃないんで、まあ、ノラの歩兵とかも結構ね、月目は、立ちやすい感じになりますので、まあ、なんだろうな、夕方、ちょっとログインして、まあ、ヘリクワリやってあげる。まあ、それだけでもかなりね、まあ、特に、始めたての方とか火力アップにもつながると思いますので、まあ、レーティング不問のものは入ってしまって大丈夫なんですけど、まあ、ただ、インフェルノ1、インフェルノ2、インフェルノ3に関しては、インフェルノの難易度にね、まあ、進行度が進んでるキャラクターじゃないと、そもそも、まあ、レイド戦に入ることができないんで、まあ、そこだけは注意が必要かなと思います。なので、始めたばかりの方はね、ヘル8を、回すレイドとかがね、たまに、出てたりしますので、まあ、そこでやってあげるのがいいかなと。
まあなので、ダイジェスタの祝福なかなか取れないよっていう人は、月目は意外とその火曜の試練を行われることが序盤は少ないので狙い目ですよっていう、ことを一応お伝えしておこうかなと思います。まあ最近本当にね、まあなんだろう、仕事も、夏休みが終わってね、本格始動してきて、なんかいろいろ忙しいわけですけど、まあその中でもやっぱり、ね、新しいビルドを組み上げてるときが一番楽しいんで、まあそういう意味ですごくね、充実した、毎日送れてるな。で、そう。まあやっぱりそうですね。まあディアブロもむちゃくちゃ楽しいんだけど、まあね、それ以外のことも、まあ、しっかりやっていかなきゃというところで、悩ましい毎日ではありますけど、なんだろうな、まあ結構家帰ってきてからも分刻みのスケジュールでまあいろいろこなしたりとかしてるんで、なんかまあ意外とこういう忙しいの私好きなんですよね。もともとなんだろうな、会社勤めの時は最後結構まあ管理職にもなってたんで、まあなんかこの会議が終わったら次はこの打ち合わせしてとかさ、感じでバン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 飛び回っていくみたいなさ、感じが多かったんで、まあ最近、まあ特に転職してからはね、まあこうやって動画を撮る余裕もあるようなさ日々を送ってるんですけど、そう、まあ私なんだろう、社会人の頃はまあ社会人っていうか今も社会人だけど、会社員の頃は基本的に土日に、まあ、動画を撮って、まあ、それ以外の日は、動画撮れない、動画撮れないっていうかもう本当に、なんだろうな、帰ってきて、寝るっていう感じだったから、まあ、なんだろうな、今思うとかなり不健康な生活してたなっていうところがあって、なんかやっぱり、そう忙しいとどうしてもさ、食べる方に、まあ、娯楽を見出しがちだから、なんか美味しいもの食べに行ったりとかさ、そういうことついついしちゃったりとか、夜仕事終わった後にラーメン屋行っちゃったりとかね、そういうのがあったんで、結構ね、体重の方もやばくなってたんですけど、なんか、なんだろうな、今の生活だと、まあ結構ね、そこら辺は、うまくできるかなっていうところはあるので、時間的余裕っていう意味でね、助かってるなというところありますね。まあ、ディアブロ3に関しても、本当にキャプテンアメリカビルドってむちゃくちゃ懐かしい、ビルドだと思いますので、まあ、ぜひね、リワークされたね、ビルドやってみてほしいなと思いますね。まあ、結構立ち回りとしては、その、ユキのアイギスのね、大間さんにバンバン乗ってね、戦っていく。そして雷を落としまくるっていう、まあ結構派手派手なビルドに比べると、まあ盾をひたすら投げていくっていう感じなんで、まあ、ただまあ盾が爆発するんでね、爽快感はかなりあるんだけど、なかなかね、なんだろうな、退避されるビルドかなと思いますので、まあ、勇気のアイギスで、まあ、周回とかね、あとアイテム厳選の方を進めてもらって、で、まあ、夢の遺産のね、装備で上を目指していく。まあ、火力的にはどうでしょうね、だいたいイーブンぐらいかな。ただ、夢の遺産の方が、すべてを厳選しきった時の火力はえげつないものがあるんで、いいんですけど、ただ、まあ、エンシェント以上、まあ、できればプライマルで全身揃えていくってなると、とてもワンシーズンでは終わらないぐらいの、まあやり込み度合いになるんで、まあ結構ディアブロ3ってそのアイテムを揃えるのが楽だ楽だって言われがちなんだけど、それは多分なんだけど、セットアイテムがあるからだと思うんですよね。セットアイテムのビルドって、まあ結構その厳選もね、まあ楽ではないけど、できない、現実的にはできるっていう感じなんだけど、夢遺産に関しては、まあほぼね、ワンシーズンのうちに、全てを揃えるってことは不可能になる。まあ、今回結構ビルド解説の中とかでは、まあ、そこそこいいね、プライマルの、装備とかそういうのもありますけど、まあ、もうすでにね、まあ、PC 版から移ってきてから、もう、ね、
10シーズン以上過ぎている、アカウントっていうことなので、まあ、大抵の装備品も集まってくるんだけど、まあ、なかなかね、ワンシーズンだと揃わないかなっていう感じがあるので、まあ、あとは今回のシーズンバフのね、まあ、ポータルかな、あそこら辺がどんな感じのバランスになってくるかによって、まあ、かなりアイテムの厳選の印象も変わってくるかなという感じがしますね。キャプテンアメリカビルドね、とにかく、ラスの消費なしに、技をね、連発できるんで、敵に攻撃が当たるごとにね、ダメージが上がる、絶望性質ものの石とかそういうものとの効果、相性もいいビルドかなと思いますので、まあなんだろうな、まあ、今シーズンは、まあ、クルセイダーで始めるっていうのも、結構ありな選択肢かなという感じがしてますね。あと、まあ、気になってるものとしては、デーモンハンターのビルドとかね、もう、少し、解説動画作ろうかなと思ってるんですけど、まあ、デモハン、恐怖の地セットがね、今回かなり、使いやすくなって、今までは、機運のね、機運っていうのは、まあ、メインスキルを一発、プライマリースキルを一発打つと、4秒間ね、機運が溜まると。で、それを、まあ、5回まで蓄積して、20まで上げることで、まあ、恐怖の地のね、移動速度と、あと攻撃力を上げるっていうのが、まあ、今までの立ち回りだったんですけど、やっぱり結構ね、まあ、最初に5回ハンガリングアローを打って、まあ、20まで貯めた後、4秒間のうちに1回ハンガリングアローを打つみたいな、立ち回りっていうのかな。まあ、それが必要なんで、結構初心者のうちは、ついついこう、機運がね、減ってしまって、まあ、火力が出せないみたいなことが起きてたんですけど、まあ、今シーズンからですね、機運は貯めてから、5秒後にね、まあ、減少し始めるという仕様になったんで、どのタイミングで打つかっていうのが少し、自由になったという感じですね。4秒だったところが9秒に増えてるからね。なので、まあ、なんていうのかな、9秒のうちにもう1回、2回連続でね、打つとかっていうこともできるんで、まあ、回避中とかでどうしてもね、なんていうか、ハンガリングアローを打つために立ち止まるっていうのは難しいと、盤面とかね、そういうところも、あったりしますので、まあ、結構、恐怖デモハンの、ね、立ち回り、楽になってくるし、新しく始めた方でも、やりやすい感じにリワークされてるかなと思いますので、ぜひ、まあ、デーモンハンターもいいかなと思いますね。まあ、バーバリアンとかは、他のクラスはどうなのっていうことも聞かれるんですけど、まあ、そこに関してもね、今回、パラゴンレベルのところがですね、まあ、各属性に200ポイントまで触れるっていう形で、まあ、変更があったんで、あそこに関してもね、結構、なんか、まあ、パラゴン制限の部分ばっかりが気にされてて、200ポイントまで触れるっていうところのね、メリットの方がなかなか注目されてないところがあるんですけど、まあ、かなり尖ったね、ステータス構成にするっていうか、ビルドの構成にすることができるんで、まあ、範囲ダメージに特化させたりとかね、そういうこともできるような形になってるので、まあ、意外とね、いいバランスなんじゃないかなと思いますね。まあ、ちょっとあそこのステータスをいじるだけでも、かなり、戦闘のね、感じとかそういうのも変わってきますので、まあ、なんだろうな。まあ、800制限だから、なんかなって思っちゃう方もぜひね、参加してみてほしいなと思います。あと、まあ、シーズン参加することで、まあ、PC 版だとね、保管庫のタブも、1つもらえますので、まあ、5タブまでしかね、増えないって感じになるんで、合計でね、5シーズン、参加すれば、MAX の、保管庫に、なってしまってるんで、まあ、私なんかももうすでにね、まあ、PC 版の場合は、シーズンに参加しても特に保管庫が増えるってことは、ないんですけども、まあ、かなりそこもね、ありがたい要素になってくるし、あとですね、まあ、シーズンに参加すると、まあ、シーズンジャーニーを終えていくことでね、ペットの方、入手できたりとか、そういうのもありますので、ぜひね、まあ、なんだろうな、コスメ好きの方は、入ってみると
もいいんじゃないかなと思いますね。なんかそうなんですよね、コスメで言うとなんかモンクのコスメティックがちょっとまあ微妙ってわけじゃないけど私の好みと少し合わないっていうところがさ、あって、まあ今全クラス対応の、ものって基本的にはこの、ディアブロ4の、購入特典のやつとあと、なんだっけな、ブラッドナイトの時にもらった血の再生の防具ってのあるんですけど、なんか血の再生の防具ななんか層のさ罠みたいな感じでちょっと見た目が私的には合わないなってとこがあってさ、あれなんですけど、まあこれもなんだろうな、見ようによってはいいのかな、まあなかなかそこら辺は悩ましいところではありますけど、さあ、あ、そういえばレアモン石って買えるのかな、そうだね、お、レジェンダリーモン石買っとこうか、そうですね、なるレジェンダリーモン石と、そうですね、結構あレジェンダリーモン石も足りないし、まあレアモン石結構ねイベントで大量に配ってるんで意外とね貯めやすいかなと思いますので、あそう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 、でディアブロイモータルの方はですね、まあ14日から24日まで、まあ経験値、倍増期間というか、正確に言うとバトルパスの、まあランクが上がった時のねにもらえる経験値量というか大幅に、アップしているような、形になりますので、ぜひね、バトルパスの方もやってみてほしいなと思いますね。よいしょ。今日まあ2倍がエルダーリフト8回なんで、まあ、まずこれだけちょっと終わらしちゃいましょうかね。よいしょ。ここの2倍って人によって違うのかな？なんか、一緒によく、遊んでくださってる方とか、きっと、人によってちょっと違うような、感じが見受けられるので。まあ、でも同じにしとくとね、どうしてもそのアクティビティで、の過密度が上がっちゃったりするから。まあ、ランダムにしとくことのメリットっていうのもあるんだろうけど。まあ実はまあ余談にはなりますけど、ディアブロイモータルの、イモータルのね、クランに入ってる場合、イモータルクランの、場合はですね、まあ策略の代わりと言っちゃあれですけど、シャドウのね、まあ毎日のイベントみたいなのがあって、シャドウクエストって、あ、シャドウじゃない、イモータルのクエストっていうのがあって、まあそちらやっていくことで、まあ貢献値とか、上げていくことができるんですけど、その内容も、その中にね、まあ、ダンジョンの、方も、毎日必ず3種類、指定されてるんですけど、まあ、このダンジョンがね、意外とこう、人によって勝ち合わないというかさ、種類が違ったりとかするところがあるので、そこも結構ね、まあ、大変なところなんですよ、ね。まあ、全然種類が違ったりとかさ、すると、なかなか集められなかった。まあそこも多分あれなんでしょうね、歩兵回りなんだけど、まあ、どうしてもこのゲームまあ1回だけで歩兵かけるとね、集まらない時なんかもあるんで、まあまあイモータルになられた方はね、イモータルチャットとかでダンジョン、回りませんかとかってかけて、でまあお互いに行かなきゃいけないダンジョン、行ってあげるっていうことをやると、ね、いいんじゃないかなと。まあ、全員のメンバーがね、指定されているところを、回るような形になるので、まあ、少し、BP 的にも、稼げていい感じになるんじゃないかなと思います。まあ、どうしてもね、なんていうかこう、最低限のアクティビティだけやってると、BP 不足になりがちなんで、まあ、2400ポイント貯めるっていう観点からも、まあ、少し、他の、ダンジョンもね、まあ、特に4人パーティー組むとね、早く回せるんで、がいいかなという感じですね。よいしょ。
それで、そう、これ BP が2倍になってる。今4回か。あと4回いけばいい感じですかね。さあ、じゃあやっていきましょう。あ、で、まあちょっと話が途中になってましたけど、ディアブロ3ね、やっぱりコスメティック結構たくさん、いろんな種類あって、まあシーズン1から、まあ大体、まあシーズン30までね、あるので、コスメティックが最初なかったシーズンとかも、てかまあそもそもコスメティックの概念とか、あとペットだったりとか、ウィングだったりとか、あと、旗ですね。の、旗って背負う、旗とか、ああいうのも途中で追加された要素なので、まあ、そもそもそれが実装されてなかった頃とか、まあ、コスメティックの概念なかったんだけど、まあ、でもやっぱりコスメ、やっぱり作ってよかったよねっていう感じはしますね。まあ、当初結構さ、コスメ変更機能にもいろいろ賛否両論あって、まあ、姿形を変えられる、今まで拾った装備の外見というものを保存しておいて、姿形を変えられるっていうところは結構好意的に受け入れられてたんだけど、まあ、特にペットとか、あとウィングですね。ウィングとかは、まあ、ディアブロ、1、2と、プレイしてきた人たちの中にも、やっぱりなんか、ちょっとね、まあ、そんな、なんか中二病的なものを入れてしまうのはどうかなっていうことでさ、まあ、ディアブロの、世界観を壊してしまうものみたいな感じでさ、反対してた人もいたんですけど、まあ、最近あんまりその意見聞かないんで、まあ、あれなのかなと思いますけど、まあ、海外のね、フレンドさんとかで、たまにやっぱり未だに、なんだろうな、ウィングと、ペット嫌いっていうさ、方もいらっしゃるので、まあ、なんだろうな、まあ、特に、パーティープレイとかやるときはね、まあ、そういう方もいるんだっていう感じで、ね、ウィング外してほしいっていう方に、がいる場合は、ウィング外してあげた方がいい。もう私も基本的にウィングは、まあ、マルチプレイの時とかはあまりつけないようにしてるかなと思いますね。うん。まあ、あんまり目立たないものだったらね、別につけていっても、いいんですけど、すごい巨大なやつとかさ、そういうのはつけてると邪魔になっちゃったりとかしますね。かなと思いますね。今回、ウィングの、銀河がね、また、来て、ラメラメのさコスメティックなんですけど、まああれも結構ねデザインかっこいいので、私プレステ版ではね銀河、まだ、つけたことないので、まあ今回、まあ、シーズン29参加するとね、復刻版の、ウィング銀河も、ね、入手できますので、まあ、そういうのを、まあ、目当てでやってみるのもいいんじゃないかなと思いますね。まあ今回の配信の目標としては、まあ、やっぱりまずは、シーズンジャーニーコンプリート、のところからやっていこうかなと思いますし、あと、まあ、シーズンバフの要素も、まあ、まだね、詳しく、紹介できてないんですけども、あるので、シーズンバフの攻略方法とか、なんだろうな、こんな感じでやると、まあ、いろんな、報酬稼ぎやすいよとかさ、まあ、そこら辺の、情報も発信していけたらいい。まあなんだろうな、多分ビルド解説とかも、まあ事前のパッチが当たった段階で私なんかはまあ、作り始めるんですけど、なんかやっぱりそのシーズン始めるにあたってまあキャラクター選び、そういうのも含めてね、やっぱり知っときたいっていう方も、多いので、なのでね、まあ最初もうこうシーズン始まってから、まあなんていうのかな、シーズンの中で、組み上げたディアブロ4もそうなんですけど、やっぱり、どういう風な感じでビルド組んだらいいかっていうのをさ、事前に知りたいっていう、要望も結構ね、コメント欄でたくさんいただいてたんで、あ、じゃあやっぱりビルド解説って先に出せるものを出しておいた方がいいんだなっていうのが、まあ私なりの、考え方ですね。まあやっぱりなんていうのかな、まあ確かにその終わってね、自分と同時並行でやってくれるっていうありっちゃありなんだ。まあ、あと、そうですね。結局、その、ランキングが出終わってから、ビルドを組み上げると、なんかその、
なんていうのかな、後追い的な感じになっちゃうんだよね。結局自分で検証して考えて、ビルドを組み上げていくっていうさ、部分っていうのが全くおろそかになったまま、ただテンプレビルドを動画にして終わりって感じになっちゃうんでね。まあそれも嫌だなっていうところがあるんで、基本的には、まあ今回、ちょっと事前に出せるものは事前に出しているっていう感じなんですけど、まあ、特に今回セルフ、ソロセルフファウンドで、やる場合なんかは、まあ、他の人とね、報酬クエスト回したりとか、そういうことできなく、なりますので、まあ、なんだろうな。そういう方が、まあ、少しでも楽に、装備品集められるように、まあ、事前に、ビルド解説、作りをちょっと、頑張ってるっていう感じですね。うん、まあ、なんだろうな。久しぶりにディアブロ3熱が、高まってきてる感じです。うん、まあ、特にね、ディアブロ4、まあ、シーズン1の方もね、残り1ヶ月切ってるという形になりますので、うん、まあもちろんディアブロ4もね、まだちょっと組めてないビルドとかあるので、最後にそういったもののね、解説動画も、出していければなと思ってますので、ぜひそちらも楽しみにしていただけたらなと思います。まあなんか最近あれですね、まあ、仕事終わったらもう、早く帰らないとちょっとこう、動画を撮って、その後ディアブロ4っていう、ディアブロイモータルみたいなのがさ、難しい感じにはなってきてるんで、なんか外食もほとんどできてなかったんですけど、まあ、いつもシーズンの前はね、必ず、まあ、うちの近くのね、二郎系ラーメンの店でね、まあ、大盛りを食べてさ、まあ、ニンニクパワーで、まあ、カツを入れるっていうのがさ、ルーティーンになってきてるんで、まあそこはちょっと楽しみにしたいよね。やっぱなんだろうな、そういう息抜きがないと、うん、なかなかうまくいかないっていうところあるしさ。まあゲームやってるだけでしょって言われたらそうなんですけど、なんだろうな、やっぱり動画作成と、遊ぶっていうやっぱちょっと違うところがあって、動画作成の側で立つとさ、まあなんかどっちかっていうといろいろと調べて、まあ正確な効果、正確なドロップ場所とかを、ね、皆さんにお伝えするというのがメインになってくるんで、まあなんか、私まあ、まあ仕事が研究者なんでね、普段まあいろいろと文献に当たったりとかさ、調べる、資料に当たるっていうのがメインなんだけど、まあそれに近いことを家に帰ってきてもやってるって感じですね。まあディアブロに関しては、まあ、PC 版のね、まあ、情報がやっぱり多いので、まあ、事前の議論とかフォーラムもね、全部、英語のものが多いのでね、うん、まあなんだろうな、結構英語嫌いっていう人いるんだけど、学生さんとかにたまに話したりするんですけど、英語ができると、まあ将来攻略動画とかそういうのを作る YouTuber になるとかね、そういう道も開けてくるんで、やってることはまあ実際の科学知識だったりとかさ、まあ哲学、私の場合は哲学だったりするわけだけど、内容が変わってね、ゲームに関しての、まあ説明とかさ、そういうものが、まあ英語で読めるっていう、結構大事な能力っていうか、まあね、そんなにね、高い英語力必要ないんですよね。中学3年間分の英語がちゃんと理解できてれば、ディアブロの、まあステータスとかそういうものを、理解する上では、全く、困らないのでね。うん。また、あとは、まあ、辞書があるし、まあ、今だと、本当に、なんだろうな、ディープエルみたいなね、まあ、機械学習型のね、まあ、翻訳サイトとか、アプリなんかもありますので、まあ、ディープエル使っちゃえば別に、まあ、そこそこのところまでは訳してくれるような形になるんで、いいんじゃないかな。どっちかっていうと、ストーリーの部分だったりとか、まあ、そういう部分をちょっと理解したいときに、英語力が必要になってくるっていう感じなんで、英語だから、なんか、嫌だとかね、うん、そう思わず、なんか、見ていただけたらいいかなと思ってますね。なんか、ほら、どうしてもこう、まあ、英語学習って私も、まあ、どんどんいろいろ、まあ、単語忘れちゃったりとかさ、そういうことある。
英語学習をする一つの意味っていうのは、その英語に対する苦手意識をなくすっていうところが一番大きいような私は気が最近してて、学生さんなんかでもこう英語の文献購読とかね、なんかすごい緊張するとかね、難しいとかっておっしゃる方いるんですけど、まあこちら側としてはまあできないこと前提でね、考えてるんで、なんていうのかな、まあで、まあ、そもそもスラスラ読めちゃったらさ、演習来る、意義っていうのもあまりなかったりするんで、なんとも言えないところあります、まあ、哲学の場合はただ単に英語が読めるっていう以上に、英語のまあ哲学書の中で、形作られてきた概念というものについて理解するっていうのが、大事だったりするので、まあ、もちろんそこの部分はね、英語力以上の以外の、部分だったりするので、まあ演習出る意味あるんだけど、なんていうのかな、まあおそらくこう、まあ機械翻訳でもね、発達してきてるので、なんだろうな、英語ができない人がそこを、障壁に感じるってことも、少なくはなっていくと思うんだけど、やっぱり英語圏のサイトもですね、まあ特にそうね、今回ディアブロ4の、序盤の状況っていうのを見てみる、海外でも怪しいサイトをいいサイトっていうのかな、確かな情報を発信しているサイトとか不確かな情報を発信しているサイトっていうのがありますので、なのでね、なんかついついこう英語のサイトだから全部信頼できるとかそういうことを言う方もいらっしゃるんですけど、そんなこと全くないですからね。英語のサイトでむちゃくちゃやばい情報とかさ、そういうのを、まあ、拡散してる人とかもいるので、なので、まあ、くれぐれもね、まあ、英語だから OK っていうんじゃなくて、内容そのものが正しいのか、で、その発信者の人が、正しいと言ってる人なのかっていうのも見た方がいいですね。まあ、なんか、そう。まあ、特に、ウーバーユニーク周りをめぐってさ、結構フェイク情報とかさ、フェイク動画とかそういうものも出たりとかしてて、まあそれも含めて祭りというかさ、まあ、話半分に、まあ私の話もそうなんですけど、やっぱりネットの情報ってどこまで正しいかって、まあ自分で結局辿るまでは分からなかったりするんで、なのでね、まああくまでもきっかけとして使ってみてほしいなと思いますし、まあ私がまあシーズンの序盤に出してるものは全くランキングも反映したものじゃないので、まあ、実際のランキングの装備とはずれてくる部分とかね、まあ、そういうものもあると思うんですけど、まあ、そこに関してはね、まあなんだろう、まあ、補足動画出していくとかね、そういう形で補っていこうかなと思ってますので、まあなんだろうな、私の経験値上この構成が、いいんじゃないかなっていうところを、まあ、他のフレンドさんとかと一緒にブラッシュアップしたと思いますので、まあ大体同じ構成になるんじゃないかなとは思います。ぜひ、まあ、クルセイダー初めてやるっていう方は、参考にしていただけたらなと思ってます。よいしょ。これであと何回でしょうね。あと1回ですね。じゃあやっちゃいましょう。まあ、ディアブロ3のシーズンがちょっと、落ち着いて、たあたりで、まあ、なんだろうな。まあ、ちょっと一旦、メインチャンネルのね、哲学動画も、そろそろ今後仕入れていきたいなっていうところもあるので。まあ、ディアブロはこの雑談会だけ、まあ、メインでやっていくっていう感じにして。まあ、あと、小ネタ的な動画とかだよね。そういうのも、出していこうかなって感じはしてますね。なんか、なんだかんだで、なんか、ビルド解説動画とかもさ、ちょっと過去のに作ったものを振り返ってみると、だんだん長尺になっていってるっていうのかな。まあ、それは皆さんのご要望を、受け入れて、なんていうのかな。結構始めたばっかりの人だと、その装備品がそもそも、両手剣なのか片手剣なのか分かんなかったりとかさ、どの方法で集めたらいいか分かんないとか、そういうこともあったりするんで、
ビルド解説の中でも入手方法に関して特殊なものはね、なるべく言及するようにしたりとか、あとなんかねビルド解説結構、見るときに結構ね見方が難しいっていう方も、ね、いらっしゃるんですけど、まあそこもね なるべく皆さんがね戸惑わないような形で、まとめていこうかなと思ってますので、まあぜひね参考にしていただけたらなと。誰が起きちゃったんで申し訳ないですね。変な雑音が入っちゃってるかもしれない。はい、よし、これで一応アクティビティ終わりですね。まあそうですね、週末また、ディアブロ3まあ何のクラスやろうかなっていうのはちょっと、今悩んでるところで、まあ序盤のうちはね普通に、いつもね、慣れた方法でウィザードでレベル上げしてしまって、まあウィザード特に今回は火の鳥の装飾品セットとかもあるので、初心者の方とかはすごく、やりやすい、ビルドになってくるかなと思いますので、まあなんだろうな、まずウィザードで装備品揃えちゃう。結局ディアブロ3も最初素材集めとか報酬クエスト周りとかね、そういうところを進めていかなきゃいけないので、まあ一つは、今回のね、クルセイダー結構強いので、まあ、クルセイダー作っちゃうっていうのもありますし、CS 版だったらまずは火の鳥作っちゃって、で、まあ、その後でやっていくっていうのとしてはあるかなと思いますので、まあぜひね、装備品の方、ゆっくりと集めてみてほしいなと思いますね。やっぱりなんかディアブロ3ってもちろんそのシーズン終盤のやり込みの部分もね楽しいんだけど、やっぱり序盤のこう、一つ一つ装備品を揃えていくあたりっていうのもすごく、やりごたえのある部分かなと思いますので、ぜひね、800制限で、モチベが下がると言わずに、やってみてほしいなと思います。まあ、結構今回、ビルド解説動画を、事前にいろいろと用意していく中で、ブリザードさんがね、やっぱりこの800制限にする中で、この効果にあえてしていったんだな、みたいな部分も、たくさん、あったりしますので。なので、ぜひ、ディアブロ3、今回はクルセイダーの話になりますけど、クルセイダー興味ある方は、やってみてほしいなと思います。どうも、今回も動画見てくださってありがとうございました。
哲学とでした。